リスナーおてけぼり、毎週木曜夜9時はおかわりください。何をおかわりください。なんか8時半まで保育園の保護者説明会、それが終わってから来る。美味しい豚肉は元気でどこでなんだそれ。多分修理で海中道路入り口お肉のプロ。今日あらオープニングから多いな見てる人、絶対大気のあれだな。大気待ちですね。大気待ち。あ、すいません。いただきます。愛情たっぷりのお店をぜひご賞味ください。皆さんこんばんは、モデル芸人のあゆかです。今日も一日お疲れ、乾杯。小団地の夜はこれから楽しむぞ。あゆかが FM コタより午後9時をお知らせいたします。おかわりください。349杯目。皆様こんばんは。6月27日木曜日夜9時を回りました。 FM 小座のスタジオから今夜もおかわりください1時間生放送でお送りいたします。なんか今日声がすごく響いてる感じがするんですか、気のせいですかね。スピーカーをちょっと上げすぎてますね。そうですね、はい、ならよかった。ちょっと落ちて、ちょっとおかしなことになりそうでしたね。たまにあの声のボリュームがおかしくなるのでね、私ちょっと気をつけないといけないです。さあ、ね、昨日がすごい豪雨で、あの沖縄はちょっと大変な、あちこち冠水したりとか土砂崩れがあったりとかいろいろ大変だったんですけど、もう今日は一点こう青空なんかも見えたりしてね、さあもう梅雨も明けますよっていう雰囲気になっております。皆様のところはいかがでしょうか。今日もリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお待ちしております。 YouTube ライブとツイキャスでも画像配信しております。よければそちらからもご覧ください。さあ、新一郎がですね、今日ちょっと遅れてくるということなんですが、まあ予想としては10分15分あたりには来るかなと予想はしておりますが、ちょっと分かりません。まあ無事来る意思はあの本人出してたんでね、大丈夫だとは思うんですけれども、さあ来るのか来ないのか乞うご期待ということで、さあツイキャスからもメールもいただいてますが、まあ、ひとまず今日も正規さんよろしくお願いいたします。ツイキャスがね、バッティングマゴローさんからこんばんは、熊本からハイサイハイタイ、山ちゃんさんもこんばんは、雨がすごかったようですが大丈夫でしたでしょうかという来ております。ありがとうございます。通勤時にちょうど雨が少しはマシになってる感じだったので私は大丈夫でしたよ。うちも大丈夫です。野の中の銀のホタルさん、こんばんは、奈美さん、台所で煮付けシチューを作っている正規さん。なんすかそれ、煮付けシチューって何。ちょっと何言ってるか分かんないですけど。じゃあ分かりました、終わり。ということでメールご紹介したいと思います。あれ、メッセージ2件来てる。こんばんは、奈美さん、新一郎さん、台所の正規さん、でっち暴行に出た大輝くん、おかわりネーム銀のトロンボーンです。さて今宵もリクエストお願いします。中渕剛さんの夏祭りか、涙のセレナーデか、二人歩きか、雨の嵐山か、天地真理さんの若葉のささやきが思い出のセレナーデのどれかをよろしくお願いしますということでいただいております。さあ、その中でね、1曲しかなかったっていう、さすが FM コザのライブラリーですが、何がかかるかは後ほどのお楽しみということで、まね、例のコーナーがあるのでちょっと曲がかけられるかどうかっていうのは若干謎にはなってるんですけれども、まあ、それも含めてお楽しみいただければと思います。野の中の銀のホタルさんは沖縄の人のちょっとは37分って聞いてます。37分ぐらいに来るってことかな。さすがにその時間はないとは思うんですけどね、どうでしょうか。そして漂流者さんからもメールいただいております。
よろしくおっぱい爆乳ヤンキーポヨヨンゼリーとプリンワンワン風花ウータン、何なんでしょうどうしたっていうね、私今読みながら何かなと思いましたけど、なんかリクエストらしいですよこれね。これまあガキレンジャーのランジェリーフューチャリングチェリーブラウン&中村みなみ、すべてリクエスト、はい、ちょっとお調べします。よくわからないけど、どこで何がアーティスト名、何が曲名で何が何だかよくわかりませんが、それを含め関さんは一応頑張ってくれるということなので、しばしお待ちください。さ、忘れないうちにね、今日もやばい、今見てはいけないものを見てしまった。じゃあダメ、ここまではちゃんとやる。前の番組の第5と H の夜の第5から今日もお菓子をいただいております。ホルン香るコーヒーという、まあ、あのレモンであったりイチゴであったり、こう割とこうメジャーなものを期間限定で出してたお菓子だと思っていたのですが、意外にもここ来たかっていう感じで、コーヒー味のクリームを中に入れたホルンになっております。もうね、自分が気になったって帰ってきたので、それが一番いいですよね。実験的に私に一方的にくれるよりかはね、いいかと思います。それとですね、旅するチョコパイニューヨークチーズケーキ、チョコパイです。はい、旅するチョコ、これってじゃあいくつか種類があったのかしらね。まるで自分が旅をしているかのようなワクワクする疑似体験と、その国ならではの美味しさをチョコパイ独自の美味しさで表現。第2弾なんだね失礼しました。第2弾はアメリカ合衆国をテーマに、ニューヨークのカフェから見た景色をベージュしてパッケージで表現しました。パッケージを表現したらしいです騙された、中身じゃないんかいそうそう、まあ、まるでニューヨークにいるかのようなワクワク体験をお試しください、お楽しみくださいということで、こう見るのが大事っていう多分ことだと思います。パッケージだったんですね、はい、うん、あのちょっとびっくりしましたね、私もちゃんと読んでなかったのに。もうこれ大事ね、最初に分かってて読むのと途中で驚きが伝わったかと思います、はい、ありがとうございます。これ後ほどいただきたいと思います。そしてね、ちょっと天童さんからね、意味深なコメントが来てますけれども、異国風俗レポーターダイキンのもうすぐ出ます今日もありますかということですが、あるかないかはもう分かりません本人も多分ツイキャスは聞いてないと思うのでね、あの電話がかかってくるのを多分ひたすらに待つという苦行をおそらくですがしているかと思います。後ほどね、あのつなげるかつなげないかお楽しみにしてください。そしてね、あの先週の大輝のやつがあまりに好評だったのでね、オープニングから今日見てくださってるか、ツイキャスこの見てくださってる方がすごい多いっていうね、怖いですよね。やばいですね、うん、あいつ乗っ取るつもりだな。大輝も見てんじゃないですか一人カウントされてるのは最悪やなはい、ということで今日の1曲目早速お届けしたいと思います。先週いただいていたリクエストを1曲目におかけいたしましょう。フリーマーケットで君の瞳にジャストミート。じゃあオープンあれがあるんだよね、ジングルが、ジングル入れますんで、セキさんこれ半分越しません、ね、あ、いい、食べてください。っていうか、うん、半分でいいんだ私そういうことなんだ。大丈夫、ここ取れば、そう、箱ごと、あ、もう大丈夫です、もういらない、あ、もういらないシュークリームの時にいい感じ。山ちゃんさんがセンチメンタルの夜を過ごしているのに破天荒なうちの大輝が ああ、そうだよ、ありがとうございます。お菓子食べれるかないか、今のうちに食べてますもうあれちょっと違いますね、やっぱ
え、見た見た見た、これ見て。あ、いやいや、中身はあれ同じかと思って。ああ、中身も一応違うんですね。これ見ながら食べての感想を言わなきゃいけないから。あ、うん、まるで旅をしているような気分になりますよ。いうことですかね。まあでも美味しい。プルンプルン物語、今日も楽しみにしてる。うん、美味しい。これコーヒー味美味しい。新一郎が半過ぎそうですって。ちょうどいいくらいじゃないですか。そうかな。うん、おいしい、おいしいやつ。やっぱり37分間ってあながち嘘じゃなかったんだよ。どういう人たちなんだろう、この人たちは。やっぱり分かんないですね。福岡出身のヒップホップグループだそうです。とりあえず出てきた情報だけは伝えておきましょう。曲終わったらそのままジングルからいきますね。ジングルっつってもプルルンプリンに流すだけです。 OK です。でそれはいいところでいいところで下げます。でもうそのまま出まくっちゃって。これタイトルどうしますよ。タイトルどうしましょう。風俗最前線は良かったとは思うんだけど、なんかもうちょっといいものはないかな。もうすぐ出ますもん。はい、どうぞ。はい、今週もやってまいりました。タイトルがね、ちょっとまだうまく見つかってないんですけれども、これちょっともうしばらく時間をくださいね。 FM 講座のスタジオでいつも一度頑張ってくれてた大輝くんが異国に出かけ風俗を旅するという、はい、気になってしょうがないコーナー今週もお届けしたいと思いますが、ちゃんと撮るといいんだけどね。なんかこの間もかけた時点でね、出れますよっていうわけのわからない LINE が来るっていうね。どうなることやら分かりません。今まさに、はい、もしもし。こんばんは。こんばんは。あれ、大輝？もしもし。はいはい。なんか元気ないんじゃないの？ああ、そうなんですよ。どうしました？ラオスに今いるんですよ。はいはい。ラオスに、今いて、突然の発熱で、え、病院に行ったら39度でした。笑っちゃえ。誰かに風邪をうつされたとか、そういう何か心当たりはないですか？いや、ないんですけど、やっぱなんかこういうところで熱出るってめっちゃ怖いじゃないですか。そうね、蚊に刺されるとかそういうやつね。そうそうそう、なんかマラリアとかその辺なんじゃないかと思って、うん、一応なんかラオスの処刑台みたいな病院に行ってもうなんか処刑台みたいなベッドなんですよ。映画とかで見るようなやつ。そう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 、なんか虐殺の現場みたいな。
で結局診察結果はどうだったの？なんか一応熱が39度あって、はい、なんか喉も腫れてるからって言っていろいろ薬がもらいましたけど。はあ、それはラオスに来てからすぐってこと？そう、いや、ラオスに来て3日間はまた首都にいて、そこからまた別の町に移動してからの話です。昨日ちょっとこういう体調急に悪くなって。ああ、もうじゃあ帰ってくる日も近いね。もう死ぬかと思いましたよ、ね、毎週言ってる毎週言ってる本当だよね。だからもう毎週見かけてるんですよ病院行きに海外行ったみたいな感じになってね。大丈夫？そうですね、初めて海外の病院行ったんで。ああ、いろいろ、はい、予防接種とか受けて行った、いや予防接種受けてないっすよ。ああ、これこの辺はちょっとやっぱりやるべきだったね。ちょっとね、まあ、まあ、ただの多分風邪だとは思うんです。うんうんうん、治るまで帰ってこないよ。ただ全く今ラオス観光ができていないっていういや今日私はすっかり大輝が元気なものと思ってラオスについていろいろ調べてやろうと思って調べたんだけどねでもナミさんの方がよく知ってるはず。ああ、来てからまだどこも行ってないから。ああ、大したことまだしてないんでそこにはあとどれぐらいいる予定ですか？ラオスはあと1週間ぐらいですね。1週間でまたタイに戻って、ああ、またそこからジョージアに行きます。ああ、じゃあ2週間後には一応まだ旅を続けようという意思はあるんだね。そうっすね、ただ今薬の副作用か何かでめっちゃ眠たいえ、今の宿はそのドミトリーでまた同部屋とかそんなとこ？はい、なんですけど、あの今この部屋僕以外に誰もいないんで、あ、実質一人部屋です今。あ、じゃあもう孤独感半端ないんだ。まあ半端ないですね。あ、でもなんかいいっすけど一人だから。うん、お強いね。でかっこいい侍だね。一応あの1個だけ今沖縄にぎやしているニュースをお届けしたいと思うんですけど。ああ、ニュース、はい、子どもの国から猿が逃げました。ああ見ましたよ。ゲッなんでそんなんばっかり見てんのさすることないから、基本的な情報は入ってきます。暇だからだな。で、それは逃げて捕まってないんですか？あの2匹しかまだ捕まってないそうです。もう何匹逃げてるんですか？14匹びっくりしたでしょ。無理だ無理だろ。ヘリコプターとか飛んでんだぜこの辺もう反応もない。あ、もう、ね、朦朧として、ね、朦朧としてそうだね。大変っすね。とりあえず私があのラオスのことを検索して得た情報としては、物価が安いのでマッサージが安いということでしたがそう、ラオスのなんかあその辺やっぱり調べたんですよ。やっぱりはい、そしてちょっとあの年齢層がだいぶ低いみたいで、ああラオスはだからちょっとやめとこうっていう。大人だね。大人ですね。うん、はい、でも一応そこまでちゃんと調べたってところはね。てっきり闇営業とかとそれはしっかり調べますねそれもでもあれだな、闇上がりになった時の精神状態でもフラッと行ってしまうかもしれないからね。まだ妙で、いやとりあえずじゃあもう寝てばっかりってことね、ラオスにいるのに。そうですね、また明日には直していろいろ観光できればいいですけど ね。マスクとか持ってるの？いや持ってないし。おいおいおい、また病気になる要素をいっぱい持ってんじゃんはい、もう要素ばかりです。まあこちらからはとりあえず気をつけなさいとしか言いようがないですけれども。はい、もう気をつけますあの、素直になっちゃってる。そうそうそうあの露骨に元気がなくなるっていうのもちょっとね、心配になってきたな。うん、
あま、予防接種に関しては前もって私たち大人の私たちが言うべきでしたね。ですね。はい、反省しきりです。はい、あの最後にちょっとラオスギャグを言います。あ、ちょっと。じゃあ熱出てるところ申し訳ないんですけれども、はいはい。最後にラオスギャグを一つお願いしたいんですが。なんですかラオスギャグ。考えろや。考えろや。はい。考えろや。ラオスアディオスとかどうか、はい、あの一応お題例えば例題をね例題を一つ正規さんからいただいてるので何でした？ラオスアディオス。ラオスアディオス。あ、その程度でいいんですか？すぐ出ないくせにや。もう言ってる間にもう考えないと。ラオスに一滴ラオス。はい。ということで熱を出した大輝くんと電話をつなげました。今日はオープニングからね多分大輝の話を楽しみにいっぱい見てくれてた方がいらっしゃったんですけれども、ここから減っていく一方だと思います。はい。じゃあ回復して気をつけてくださいね。オッケー。ありがとうございます。はい、お大事に。おやすみ。はい、お疲れです。はい、じゃあ大丈夫ですね。大丈夫ですね。なんていうか、はい、切ないお話でしたね。今あんなに元気がない声もあるものかっていうぐらい、聞いたことのないぐらい元気のない声でしたけど、ちょっとだけ心配になっちゃいましたね。そう、やっぱり旅行にね行くときに予防接種っていうのは、仕事で行く人って結構やっぱりちゃんとするじゃないですか。はいはいはい。まあ、旅行に行く時もね大事だと思います。保険とね、まあ、アメリカとかもすごいバカ高い治療費をもし怪我とかでもしてもね取られたりするので、保険と予防接種皆さん気をつけてください、ね、覚えておいてくださいね。はい、ということで今一つ盛り上がらないコーナーでしたね。体調悪いなら仕方ないですよね。あいつ気合しか持ってないでもちゃんと風俗のことを調べてたっていうところは真面目で偉いよね。まあ、まあ、真面目っていうか、まあ、バカなんでしたけどとりあえずちょっと心配ではありますがね、旅先で一人で熱出すともう不安しかないですから、早く回復しますようにここからもお祈り申し上げましょう。はい、さあどうしようかな。曲をかけるかどうしようかと思ったんですけど、ここで一旦 CM。 長渕かですよね。ですね。あとは山ちゃんさんからミスチルが。ミスチルはなかったんですよね、実は。あ、なかった。じゃあ選択肢は長渕しかないしかないです。漂流者さんのリクエストはないです ないですこれ。あ、漂流者さんすいません、ないそうです。ちょっと特殊すぎる、うん、あれ2件来てプリンプリン物語、これもなし、はい、全てでしょうね。保険の内容がわからない。正規さんのギャグダメ出し出てますよ。大輝の何言ったか分かんないやつよりは絶対勝ってると思う。まあいつ今病気ですから。不安でしょうね、あんなことで病院なんて入れられると処刑台みたいな。例え悪いんだよ。多分こう金属、錆びた金属のこうやつに白いシーツだけかかってる。スパイクの枕もないやつですよね。なんて言われてるかわかんないけど、とりあえず寝ときたみたいな。大変だと思う。でもラオス自体は何もない国みたいですね。はい、
おかわりください。生放送でお届けしております。ね、先ほど電話でつないだあの異国にいる、まあ、ラオスにいる大輝ですけれども、原因不明の高熱で病院に、処刑台のような病院に行って、まあ、薬を処方されて弱っているということでした。ちょっと心配ですけれども、ね、とりあえず来週また元気に電話に出てくれることを祈りたいと思います。明日には良くなって観光したいって言ってるぐらいなので、うん、熱は下がってんじゃないですかね。もう39度だとね、電話もきついと思うんですけど、うん、まあ一応なんとかなるでしょ、彼は。はい、ということで来週まで直してね。聞いてるかどうかわからないですけどね。はい、ということで曲お届けしたいと思います。長渕剛で涙のセレナーデ。沙織さんも韓国行ってんですよね。ああ、そうそうそう。する行列みたいなやつが観光の人に人気って調べたらありましたよ。あとお寺寺院がいっぱいある。でもともとフランス領だったって何調べてたって言われて詳しくなっちゃってる。でもなんかそんなに見るとこなくって、それがまた長期滞在するバックパッカーに人気という記事になってますね。まあ有名なとこでもあるし、まあ、いっぱいいるでしょうね、旅してる人、うん、でも、ね、あそこにはいないって言ってたよ、ドミトリーには。でも寝つけてる人に誰も近づかないだろうしね。確かに。お、バッテンクマゴロさん、来週沖縄行きますって。あ、まあ、あららら、あらららら、いいですね。さあ、でお時間あればお帰りくださいね。出演してくださいな。大輝にいろいろ質問ができるかもしれません。あ、山ちゃんさん、すいません、ミスチルなかったです、ごめんなさい。